こんにちは、釣吉隆です。今日はですね、僕はいつもリールのライン巻きに使っている、便利アイテム第一製鋼の高速リサイクラーというのをご紹介します。こいつの機能としては、テーブルとかにつけられるこのネジと、とこのハンドル、 こいつとこれがくるくる回る連動してるハンドルと、それのテンション調整ができるネジと、あとスプールとかをつけるこのネジがついてるという、これだけの機能なんですけども、とても優れものなので、実際今日このリールにライン巻きながら紹介したいと思います。ではこう巻き取り付けたら、今日はこのリールにこのライン巻くんですけども、ちょっとすぐ巻きたかったのであらかじめセットしておきました。で、これやるんですけれども、これでこのままネジここまで締めるの大変なんで、僕はいつもこう使わなくなったスプールとかを、これ入れた方がいいな、これ入れてで、こうすることにしています。そうすればこの距離ネジ締めるだけで済むので、これでも若干曲がっちゃうところはあるんですけどね。はい、それであともうガーッと巻けるんですけども、でもこのアイテムのすごいところは、このテンション調整が微妙にできるんですよね。こっちに締めてあげるときつくなりますし、こっちにやると緩くなりますし、このテンション調整がすごい良くてですね、本当にこのリールにギチギチに締めたいとき、例えば強い太い P ラインとかの時はキュッと締めた方がいいので、テンションかけておかないとライントラブルを起こすので、こっちに締め気味にして巻いてあげる。これちょっと強すぎるな。かといってそんな強さで例えば 0.55 とかのナイロンラインを巻こうとすると、逆にライン伸びちゃうじゃないですか。そういった時にこっちに緩めてあげるんですけども、これがすごい微調整効くんですよね。微妙な力加減が、できるところがまたナイスなところなんです。それでちょっと巻いてみますね。こんな感じに、こんな感じになります。それで、あとこいつのすごいところですね。あと例えば、今日これこの全部巻けばこのリールにぴったり、で終わる長さと太さのラインなんですけども、例えばリールに下巻きをして巻くような長さと太さのラインだった場合に、例えばこう巻いてきて、あ、ちょっと多かったなとか少なかったなっていう時に、巻き直したいじゃないですか。そういった時にこいつが役に立つんですよね。これ全部緩めてあげて、こっちのドラグを緩めてあげて、でこっちでラインを、ハンドル逆回転なんですけども、巻き取ることができます。これがまた優れものですよね。これがーっと巻いて、でもう一回下巻きの量をやり直して、また巻き直すことができるので、そういった時にこの巻き直しができる機能がついてるのはすごくいいですね。といったことで、僕がいつも使ってる便利アイテム、第一製鋼の高速リサイクラーでした。ということで、このまま巻かないで終わっちゃうと気持ち悪いと思うので、最後これ全部巻き取りたいと思います。このくらいかな。なかなか疲れた。
はい、こんな風に、だいたいちょうどいいところに負けました。てなことで、ご視聴ありがとうございました。